中のよ。じゃあみんなここにいるわね。メール、あなたの小さなお友達を紹介してくれる？わかった。ソーニャだ。この小さなロボットはジェット機の上にいるモールラットみたいに地球上を移動する俺らを助けてくれる。ロボットがどうやって役に立つの？唯一の能力がある。彼女みたいなのは他にいない。堆積物を全部バラバラにできるように周波数で音波パルスを出すように無線システムを変えた。メルが言うには、掘るより10倍も早く金庫室に行ける。それにダイナマイトを仕掛けるよりもうんと安全。よし、じゃあ準備して。どんな反応が出るか完全にはわからない。よし、構えろ、やってくれ。で、新人はどうなってる？ああ、本当に運が良かった。わざわざ出向いてくれて仕事を引き受けてくれたんだ。言うことを聞くし、戦いで役に立つ。これ以上はないでしょう。頭が良さそうだ。こんな時間にはやらない方がいいんじゃないか。してもらいたいところがあったら言ってくれ。いいロボットね。とても役に立つわ。ありがとう。ソーニャみたいなアイボット手に入れるのは簡単じゃない。ソーニャはある日、あのゾッとするような古い非常放送のアナウンスを響かせながら道を横切っていった。運命か何かみたいだった。